はい、どうも、優しいお兄さんです。今回はね、検索ワードっていうか、今回のお題みたいなもんなんですけどね。梅の花が咲きましたということをね、季節の移り変わりね、皆さんと一緒にね、共有できたらなぁと思いましてですね。これ天地が逆転しておりますけれども、天地が逆転っていうのは、どういうことかって言いますと、多分この上の方が地面ですよね。で、この下の方が、いわゆるお空。だと思うんですけど、お兄さん今日ね、打ち合わせに行ってきて、その帰りね、駅行く道で、梅の花が咲いてんな、そういえばという、認識はあったんですけれども、毎年ね、その下行っちゃ、こうやってね、写真撮っちゃ、容量がいっぱいになったら消したりしてんですけど、そんなこんなでね、せっかく YouTube っていうことで、動画ね、そういえば撮れるじゃないかということで、今日は皆さんとこね、この梅の花をね、見ていこうかなと思います。じゃあね、この天地が逆さまになった梅の花はね、こっち置いといて、で、これ、お兄さん動画撮ってきました。あれ？これもね、なんか天地が逆になってそうですね。どうやらお兄さん、iPhone を逆さまにね、構えていたようですね。ちなみに、今時刻は16時35分ね、3月の14日。皆さんのお住まいの地域でもね、梅の花、咲いておりますでしょうか。ね。今日は、お兄さん、関東、ね、東京23区中に住んでんですけど、今日天気が悪くてですね、お兄さんは今これ動画の画面を見ながら、コメントしておるんですが、見事にその、天地が逆転しておりますね。まだつぼみがね、残っている、ので、満開ではないですけれども、7分8分っていうところですかね。天気悪いくせに、これね、また逆光でね、なんと言いましょうね。わびさびを感じるような感じになってますね。周りの建物も映ってるんでね、これ天地逆転してる方が逆に人間の脳みそをね、ごまかすには好都合かもしれませんね。実に、いい撮り方だと思います。ね、梅の花。これ地面に近い幹なんですけれども、そこからもね、こう、ぴょーって生えてんですよね。かんざしのようでとても綺麗です。で、動画上ではね、あまりそのピンク色、赤みの部分が出てないですけれども、肉眼で見るとですね、ほんのりその、白い花びらにほんのりピンクがかってね、とても綺麗なんです。明日、明後日ね、多分これ次あったかい日が来たらもうボンと膨れてね、もうその何日か後ね、雨でも降ろうもんであれば、全部もう散っちゃうんですね、きっとね。早いもんでね、っていうか、あれですね、お兄さんのトーク、動画になってしまっておりますけれども、
この動画ね、入って来られる方というのは多分梅の花かなんかで検索してきてると思うんですけれどもね、まあ、大変申し訳ないんですけれども、大層な動画ではありませんのでね、本気で梅の花に関しての情報を探されている方は、他のページに行かれた方がよろしいのかなと思いますね。これピンクのね、袋。お兄さん今日寝巻き買ってきたんです。寝巻きね。打ち合わせの帰りにね、なんか服屋さん行ったら寝巻きが安かったんでね、1500円くらいの寝巻き、まあ、いわゆる特売品ですよね。まあ、これ一回ちょっとね、まあ、洗ってか、もしくはね、洗わずにしてね、タグだけ外して、まあ、着て寝たいと思いますね、今日ね。いや、しかし見事に逆光ですね。そして、気持ちのいい、天地逆転。まあ、このね、動画をまたね、上につけながらね、まあ、こうやってね、季節のね、この日本のこの季節感、これをね、皆さんと、まあ、約10分くらいですかね、共有できればなと、思う次第なんですけれどもね。ちなみにこれね、ルルブで、何を見るかっていうと、梅の開花情報ね。名所へ出かけよう。多分、来られてる方のお住まいの場所とかは私把握できませんけれども、お兄さん東京なんでね、東京ちょっと見させてください。お兄さんお花見たりするの好きなんでね、花粉症ではありますけれども、湯島も2月中旬、3月上旬、ああ、じゃあもう咲いてんのかな。これなんだこのアイコンは。なんか瓶に祭りって書いてますね。犬かなこれ。皇居。ああ、新宿御苑。あ、御苑も梅あるんだね。御苑ね、昔よく遊びに行ってましたけど。っていうか、先頃を知りたいっていうかね、この開花今何パーセントとかそういう情報はないのかい。あ、筑波山、梅祭り。ああ、一回行ってみたいんですよね、これね。3月13日、筑波山、梅林、開花状況について。読み上げますね。筑波山、梅林ね。開花状況について、平成27年3月の13日現在。満開見頃。赤いのは満開見頃。白いのは七分咲き。なんだ、これ、白梅とかね、これ赤梅っていうものかな？よくわかんないですけど、お兄さんとこにあるのはこれ、白梅。っていうやつですかね。読み方合ってんのかな。そうか。赤い方が早いのかね。ああ、そうか。じゃあそろそろやっぱり満開時っていうことなんだね。あちこちね。東京は、そうだね。お兄さん行くとしたら、まあ、湯島かな。天気予報。明日、今日は土曜日ね。今日土曜日で、晴れっていうか今日曇りだよな。で、明日、で、月曜日は雨。あら。
なんかあまりお肌に良くない、お天気っていうかね、まあ、日持ちするっていう意味ではいいかもしんないね。見頃は、そうね、まあ気温にもよるんでしょうけれども、この辺なんかあったかいな。この辺で、まあ、ここで散っちゃうのかな。なんかお兄さん見に行きたいな。ね、こういうのを見ながらね、多いお茶でも飲むとね、非常にその毎日のね、いろんなその汚れかなんかをね、落とせるんじゃないのかなと思いますね。ドライブで行こう。押してみましょうか。まあね、ものすごくしょうもない動画になってますけれどもね、お兄さんの、動画ね、何これ。こうやってね、ものをね、普通に調べる、まあ、スタンスでやってますんでね、いろんなものをこうやってね、出していきたいと思います。ね。じゃあまあ、そういうことでね、皆さんのお住まいの地域、そうだね。東京見たからね、九州って今どんな感じなんだろうね。九州も何回かお兄さん行ったことあるね。飛行機乗って、なんだ、博多？なんだっけな、打ち合わせかなんかでこう行った記憶がありますね。梅。まあ、九州もそうだよね。いいよね、梅ね。この主張しすぎない、美しさと言いますかね。まあ、お色もね、また、赤いのだったり、控えめなね、のがあったりね、とてもいいですよね。4月上旬っていうのもあるんだね。あ、そっか。じゃあ、東北はもっと遅いよね。東北、北海道。東北まだ、雪残ってんのかな？どうだろうね。あ、これ関東じゃん。あ、5月か。で、あんまり東北は梅って感じしないよね。北海道なんかは、5月中旬。そっか、桜もじゃあその分遅いんだよね、きっとね。ああ、これなんだ。ああ、いや、いいっすね。しかしね、お花の季節、やっと来ましたね。じゃあね、皆さんもそろそろお花見をね、まあ、される、と思いますね。お花見に向けてね、風邪など、まあ、体調不良だったりね、なんないように、体調管理に気をつけてね、毎日を過ごしてね、いただければと思います。ちなみにね、これルルブで、なんだ、梅の、なんか、どっかに特集があるんでしょう。多分、このサイトで桜のなんとかとかもやってると思います。ね、こういうのは参照してね、家族サービスだったり、まあ、おデートだったり、まあ、友達とね、飲みに行くだったりね、検討してね、見て、いただいてもいいんじゃないかなと思いますね。全国おすすめ桜の名所もありますね。で、今日はなんとか新幹線、あれも開通したっちゅうことでね。東京の桜は、3月23から28、月末か。そっか、桜か。まあ、またどっかでね、桜見に行った時にね、お兄さんとね、会ったらね、なんか優しいお兄さんつってこう、声かけてもらえればね、まあ、ちゃんとお話ししますんでね。優しいお兄さんっぽいのいたら優しいお兄さんって話しかけてみてください。それでは、これにて動画、失礼させていただきます。以上、優しいお兄さんでした。失礼いたします。